おはようございます。す。高野雲です今回はですねピアニストポール・ブレイとベーシストゲイリー・ピーコックのデュオアルバム「パートナーズ」という作品を紹介したいと思っております。えー、レーベルは NEC アベニューですねでパーソネルは先ほど紹介した2人でポール・ブレイゲイリー・ピーコックなんですけれどもこれはですね1989年の12月18日に録音されております。 まあね、あの私寺島靖国さんというねジャズエッセイストがいらっしゃるんですけどたくさんの著作を残されているんですけれども結構読んでるんですよというかほとんど目通してるんじゃないかなと思いますまあもちろんね雑誌とかに連載されているコラムまではチェックしきれていないんですけれども書籍になったものはほとんど買って目を通しているんですね。でなんでかっていうと まず理由の大きな理由の一つがですねジャズ感みたいなジャズに感じる感性みたいなのが本当に私と真逆なんですよねだから私がいいと思っているものはだい,たい寺島氏はクソそれで寺島氏が激賞しているアルバムを買って聞いてみるとですね そそののの良良ささはわかるんでですすけど、その良さのポイントがですね、ちょっと私がいいと思うポイントとずれていたりするんですよ。だからその辺がね、まあ、面白いなと思ってですねあの結構ね参考になるというかね反面教師というとちょっと変ですけれども、まあ、自分のこのジャズ感性が一つのね偏った方向に こう集中しないためのですね一つの役割を果たしているんじゃないかなと思っているので定点観測は続けさせていただいているんですね寺島さんのお書きになられるものは。それともう一つはね私が結構知らないアルバムミュージシャンをかなり積極的に聴いたり買ったりして取り上げてくださっているんですよ。なのののでで自分のですねこの 知識好みの仕様を広げるのに結構役に立っていたりもするんですよ。それでまあ買って聞いてみてあれ学士みたいなことも多いんですけれども中には広いものもあったりもしますとこういう大きなね2つの理由であとまあ3つ目の理由そっかもう1個あったね。で何より文章が面白いんですね言い切り型断言型なので。 わがまま老人みたいな感じで <laughs> まあ大変失礼なんですけれどもすごく頑固でわがままな老人がすごくもう言い切ってしまっているみたいねもう時にはもう反論とかですね攻撃されることも辞せずですねもう自分の信じたものを良いと言い切ってしまう。でも そのストレートさもあるんですけれど時々フェイクみたいなところもあったりもするのでそこも良かったりもするんですねつまり言い切っているように見えて実は計算されているようなしたたかさみたいなところもちょっとだけ見え隠れするんですねいやもしかしたら私の深読みしすぎで本音を言ってるだけなのかもしれませんけれどもあえてこうみんながダメだって言っているのをいいんだって言い切ることによって。 注目をを集めで自節を展開するみたいなねそれで何をってこう寺島さんの主張に対して向きになった時点でもう我々は寺島さんというお釈迦様の手のひらの上で転がされているっていうような感じになっちゃうってうねそういう面白さも。 私の場合はあったりもすするんですよねなのでどこまでが本音かちょっと分からないや本人はいや全部本音だよっておっしゃるかもしれませんけれどもな,なんとなくねその言い切り方見出しのつけ方切り口がちょっとねコピーライティング的なセンスもあったりもするのでそういうところはねちょっと学べるところもあったりもするので,でだからこそずっと定点チェックし続けてるんじゃないかなと思っております。まあいずれにしてもですね私のジャズ感と正反対をいく エッセイストの方なことには変わりなくてですねだからこそあの寺島さんが良いというものと私が良いと感じたものが一致した数少ないアルバムっていうのはとても印象に残っているんですよねそのの枚がでですすねこのパーートナーズなんですよ寺島さんえー、こういうのも好きなんだと思ったんですけどね何かの本でこの「パートナーズ」をものすごくものすごくってほどでもないんですけどかなり褒めているんですよね。 で特にただね <laughs> その褒めている曲がやっぱ私とちょっと好み違うんですね「ラテン・ジェネティクス」っていう曲をとても寺島さんは褒めています 2, 2回か3回ぐらいあの読んだことがあります違う原稿で書かれていますよねこの「パートナーズ」の「ラテン・ジェネティクス」まあ私もこの「ラテン・ジェネティクス」って曲はとても好きなんですけれども でもどちらかというと私はやっぱりね、端美的なポール・ブレーのピアノとかちょっと試作的なゲイリー・ピーコックのベースを楽しめるですね、やっぱ1曲目とかね、2曲目とか2曲目はあのゲイリー・ピーコックのベースソロなんですけれどもね、なんともちょっと試作的で深く沈んでいくようなですね感じがとてもたまんないんですよね。でまあ、オーネット・コールマン作曲の「ラテン・ジェネティクス」はどちらかというと、 明るい感じなんですよでも知的その明るく能天気な感じなくてちょっと知的さもブレンドされたですねあまりに開放的すぎない感じでまとめられているところが素晴らしいと思うんですけれども、まあ、寺島さんは他の曲はどうお感じになられているか分かりませんけれども「まあ、ラテン・ジェネティクス」はとても変われているということで。 このアルバムの好みがね私と寺島さんが一致しているという点においては非常に珍しいアルバムなのでご紹介させていただいております。でちなみにですね私は学生時代ですね後輩がおりまして、まあ、ベースもやっていてそのベース後輩がですね吉祥寺の近くに住んでいたんですね。それで アルバイトを探していたのでじゃあメグでバイトしろよって、まあ、寺島さんのジャズ喫茶なんですけどもねでメグに潜り込ませたんですねで律儀に後輩はですね全然ジャズ知らないんですけれどもメグでアルバイトすることによって少しずつレコードほとんど寺島さん来ませんからね店にはねいないので割と自由にですね先輩が言ってたあのレコード良かったですよなんてね割と私が好きなアルバムを教えたりとかして。 まあ、ハードパップですよねド定番ブルーノートのハードバップそうするとお客さんが喜んで帰ったみたいなねそういうような報告とかをずっと聞いていたんですけれどもある日ですね寺島さんが店に来たんですよ <laughs> 来たそうなんですよその後輩がアルバイトして好き勝手アルバムかけているところにでちょうどその時かけていたのがまさにこのポール・ブレイ・ゲリー・ピコクのパートナーズだったんですよ 私は後輩にこう入れしていたんですよ。なんか、この間の寺島さんの本読んだら、最近出た NEC Avenue の、例のポール・ブレト、ゲイリー・ピー・コックの、パートナーズの、ラテン・ジェネティクスという曲が、良いと言っていたよ、みたいなね。それかければ、例えば、寺島さんが見せきた時それかけてれば、ご機嫌になるんじゃない、みたいなね。あ話を。 してたんですね、それでじゃあどんなもんかなと思って後輩がその「ラテンジェネティクス」をちょうどかけていたんですってそしたらですね寺島さんがなんか久しぶりにやってきてそれでまあ店には1人か2人しかお客さんいなかったんですけどその「ラテンジェネティクス」を再生しているのをプチって止めてですね「こんなしけたのかけてんじゃないよ」って言ってそれで「バドシャンク」かなんかをかけて「うんいいね」って言ったそうなんですね。 だから店で書けるものとしてはちょっとラテンジェネティクスはふさわしくなかったのかあるいは本当はエッセイとかでは対外的にラテンジェネティクスは良いと書いているんだけど本音はあんまり好きじゃないのかななんてねまあ、どっちかわかりませんけれどもそういうことがあったそうです m e でラテンジェネティクスを書けていたらプチッと止められたというねそういうお話ですで、まあ、肝心のこのアルバムについてのお話なんですけれども これはなかななかかねね渋いでですすよ深みのあるです、ね、なんか男のですね中年男の色気がなんかムンムンとにじみ出ているねなんか文学ではえばちょっとね谷崎潤一郎 <laughs> 谷崎潤一郎じゃないね <laughs> 谷崎潤一郎流,流のなんか美変態チックなですねあの香りを醸し出しているですねちょっとね子供には早いなっていう感じの <laughs> 雰囲気をたたえていますよね。 で私がこのアルバムを買った理由はです、ね、これ、本当に発売されてすぐに買った記憶があるんですけれどもあの CD ショップでですね、あの帯にほら CD 日本版帯があるじゃないですか、そこに書かれているコピーが良かったからなんですよ。なんて書かれていたのかというと人生の渋みを感じさせる粋な男たちの方いって書いてあったんですね、そうか、粋な男たちが語ってるのかと思って買って聞いてみたら、うん、渋い、渋い。 でなんかすごく深いところからニュイーンってね色気みたいなものがねちょっと変態チックな色気がモわーンってね漂っているんですねそこがねたまんねえなと思ってですねなんかこう頭のいい人たちなんだろうなって頭良すぎてちょっと変態プレイに走ってい,いそうな感じの人たちがちょっと真面目にジャズにいるというかね音楽に取り組んだらこういうね 奇妙ななんか一筋縄ではいかない世界が何とも言えないですね世界が構築されるんだなぁなんて思いまして聞き入りましたねやっぱり私は1曲目のですね「アゲインニュ e っていうね「タラララタンタランタラララタンタラン」っていうねあのちょっとしみじみとした旋律そこに「トゥトゥトゥ」 入っていくねゲイリー・ピーコックのベースがとても好きでですねやっぱこのアルバムの雰囲気を代表する導入なんじゃないかなと思ってますで実はです、ね、これデュオで演奏しているだけじゃないんですよポール・ブレイのピアノだけの曲も入っていますしゲイリー・ピーコックのベースだけの曲も入っているんですねところが不思議とソロで演奏しているのに2人が築き上げたデュオの世界を引きずっているんですよねなんかね 多分見つめられてたと思うんですよだから一人演奏してて一人は演奏していないんだけれども演奏していない一人は演奏している人間のことをですねじーっと見つめていると思うんですよね。だからこそ2人で演奏した時に醸し出る微妙な雰囲気がですねそこはかとなく漂っているような気がします。なのであのでポール・ブレイのピアノソロが4曲 これはゲイリピピコックのピアノが参加してないんですよねあとゲイリー・ピコックのベースソロー6曲も入ってるんですよでポール・ブレイのピアノは参加してないだけどなんかねゲイリー・ピコックの怪しいというかなんか不思議な、ね、この低音聴いているとですねなんかベースを聴いているという気分というよりは不思議な空気を味わっているっていう感じがとてもするんですねで実は でで演奏されているのは5曲なんですよだからベースソロの曲の方が多いというねだけどアルバム全体には奇妙なこう統一感があってですねこのアルバム全体がなんか不思議な空気がパッキングされているっていう感じがしますね。ですので、まあ、これは曲単位で聴くというよりも流れでね最初の1曲目からプチッと再生して最後まで聴いていって一つの空気の物語みたいなものをね あの物語を語る空気みたいなもの奇妙な雰囲気そういうものを味わうアルバムなんじゃないかなと私はそういうふうに楽しんでいますね。ですので、まあ、ポール・ブレイのピアノが好きな人はなポール・ブレイのちょっと奇妙な変態チックなピアノの特徴をご存知だと思うんですけどさらにそ,それに拍車をかけているです、ね、ゲイリー・ピーコックのベースがとても良い働きをしていますので。 ぜひ気にななっってていいたただきたいなと思っておりますねあとはほらゲイリー・ピーコックといえばねやっぱりキース・ジャレットとやってるねスタンダーズのベーシストとして有名なんですけれどもまたキースとやっている時とはまたちょっと違う雰囲気を醸し出していますよね。まあ 取り上げる曲がねスタンダードかスタンダードじゃないかオリジナルなのかっていう違いもあるのかもしれませんけれどもやっぱりこうポール・ブレーの空気に触発されてどちらかというとですねものすごく内省的なベースを奏でているんですよね。まあ、もちろんねスタンダードのベースもとても内省的なんですけれどもやっぱ躍動感にもあふれたりしている曲も演奏も多いんですよねアップテンポの曲とか。 ところがこれはとても視作的な感じでなんか哲学者のつぶやきを聴いているような気分になりますね、まあ、いずれにしてもとても不思議な空気このアルバムにしかない独特な空気をたたえているアルバムであるということは確かですのでご興味のある方は是非聴いてみてくださいということで今回はですねピアニストポール・ブレイとベーシストゲイリー・ピーコックの「パートナーズ」というアルバムをご紹介してみました。えー また別な動画でお会いいたしましょう。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。さようなら。バイバイ